はい、皆さんこんにちは。日本時間9月13日の午前2時からですね、アップルが新製品発表会を行って、この iPhone のね、新作が出るんじゃないかと言われています。で、当チャンネルでも iPhone 8のね、噂まとめという動画の時にね、結構たくさんコメントいただきまして、その中にね、この物理ホームボタンがなくなるのがね、残念だっていう声がね、結構たくさんあったんですよね。で、これ iPhone4 の時なんかはよく故障したものですけども、それで iPhone7 以降でこの半物理ボタンみたいなね、そんな感じでタプティックエンジンっていうねものに切り替わっているんですが、で、今日はですね、この大人気の物理ホームボタンについてちょっとですね、考えていきたいと思います。それではまずはね、物理ホームボタンの役割、メリットデメリットをね、ちょっと見ていきたいと思いますが、こちらね、メリットのね、一つ目としては、このホームページのね、このイラストのアイコンなんか見ても分かる通りですね、やはりね、この丸ボタンのホームボタンっていうのが、この iPhone、iPad のね、イメージとして結構ね、定着してるってことが挙げられるんじゃないかと思います。確かにね、私もそういうイメージはありますよね。それで2つ目はね、このやはり生体認証、指紋認証のセンサーとして、役割がね、これ 5S 以降でしたっけ、大きかったと思うんですよね。で、3つ目はね、これ強制再起動って言って、何かね、こうフリーズしちゃった時なんかに、6S 以前はこのホームボタンと、スリープ解除ボタンをね、同時に10秒押すことで、再起動をしていたわけですよね。で、ただね、7以降はちょっとね、やり方が変わってきています。で、4つ目のね、メリットは、スリープ状態から、Siri の起動ができたということで、これ Hey Siri 以外でね、直接 Siri を起動するね、方法としてホームボタン長押しというのがあります。それとあとはね、この6画面からウォレットを、起動できるということで、このモバイルスイカとかね、その辺含め ID とか、Apple Pay なんかが使えるという、そういうメリット役割がありました。それでね、このデメリットっていうのも結構ありまして、このやっぱりね、この故障が多かったんですよね、歴史的に。で、ほとんど、iPhone5 ぐらいまではですね、やはり長く使っていると、ちょっとね、バネのへたりや接触不良などが起きまして、あとはホコリがね、中に入っちゃったりとかっていうので、よくね、反応が悪くなって、皆さんね、困った経験があるんじゃないかと思います。で、デメリットのね、2つ目は面積を食うということで、この写真のね、赤い部分、この部分にはやはりね、液晶が配置できないわけですよね。だから、このボディの大きさの分で、確実にこのホームボタンの分っていうのは、ロスがあるっていう、そういう設計になってしまうわけですよね。はい、それでデメリット3つ目はね、力が必要ということで、ある程度ね、強く押さないとならないため、不安定な場所や置き方ではですね、使いづらいっていうのがありました。このようにね、結構力がいるわけですよね。で、対して、これ擬似的にね、アシスティブタッチでやってるホームボタンは、パッと押せばね、使えちゃうんですね。で、4つ目はね、場所が固定されてしまうということで、当然ですね、物理ボタンですから、設計上組み込んだ場所だけですよね。で、ところが、このアシスティブタッチだと、場所もね、こう移動できたりするんで、iOS 11もね、そういう部分があるかもしれません。それでデメリット5番目ですけども、設定のバリエーションが少ないということでね、このホームボタンの設定でも、クリックの間隔とか、あとは長押しの設定とかね、簡単なものしかできないんですよね。で、それに対してこれアシスティブタッチのね、このホームボタンなんかっていうのは、このようにね、2種類3種類といったね、複数の機能が、割り当てられたりとかしまして、それで、例えば 3D タッチのね、リアクションなんかもこうね、できるようになるわけですよね。ただ、やっぱり、デジタルにすると結構いろいろね、設定がバリエーション増えんじゃないでしょうか。
はい、それで物理ホームボタンが、まあ、iPhone のねアイデンティティであるとすればですね、まあ、Android のスマートフォンの方はどうなんでしょうか。こちらは私がねテザリング専用で使っていた Android ですけども、確かにねデジタル的なホームボタンが採用されているものですよね。それで、まあ、サムスンはどうかというと、まあ、先ほど発表された Galaxy Note 8ではですね、まあ、確かに物理ホームボタンは採用されていません。そして S8 というモデルでも同じくね採用されていませんでして、でこちらねソフトウェアキーというね、まあ、そういう表現をしたホームボタンとなっております。で他のサムスンのねモデルはどうかというと、 S7 というものは横長のね物理ホームボタンが採用されているわけですよね。で同じく A8 というモデルもそのようになっております。でソニーはねどうかというと、 Xperia XZS というものを、まあ、以外もですね、これほとんどが、まあ、この電子的な、まあ、この液晶状のホームボタンを採用しているというそんな感じでしたよね。で、まあ、中国メーカーフアウェイのものは、ね、P10 プラスというものも、まあ、見ますとですね、まあ、横長の物理ホームボタンが採用されていまして、でタブレットにおきましてもメディアパッド M3 というものは物理ホームボタンが採用されているわけです。で OPPO もね見ましたら F3 というモデルで、その他もそうでしたけども横長のホームボタンがねかなり採用されておりました。でこのようにね、まあ、どっちが先とか後かとかは置いといてですね、まあ、物理ホームボタンはかなりのね Android に採用されていますし、まあ、あとはまあ細ベゼルデジタルホームボタンっていうのはね、まあ、上位機種に採用っていうのが多いということがわかります。まあ、それでこのようにね Android OS の各社製品を見ていますと、まあ、物理ホームボタンがね iPhone だけのアイデンティティだとはちょっとね個人的には考えにくいんですよね。ただまああの丸い形状の感じのホームボタンがですね、まあ、こう iPhone らしくてね思い入れのあるねファンの方がいらっしゃるっていうのは気持ちもねよくわかるんですよね。でまあメリットだった部分の、まあ、特にね機能面の部分は、まあ、こう液晶内のねデジタルホームボタンでこう補えるんだったらね、まあ、あまり問題はないんじゃないかと思うんですけど、まあ、これ使い勝手がね解約されてたらちょっとねそこは嫌ではありますよね。ただですね、まあ、どんな風に埋め込んでくるとかね、まあ、こう物理ボタンではできなかったこととか、まあ、できていたことをねそれぞれどういう風にね設計してくるかっていう、まあ、iPhone のね進化を楽しみたいと思ってますね個人的には。でまあ、あの保守的な方向けには、まあ、この iPhone7S と 7S プラスがね用意されているようですので、そちらを買うのも選択肢かもしれません。でもうねベンジャミン・ガスキン氏もね盛んにリーク中ですよね。こんな外観になるみたいな感じですけども、まあホームボタンについては、まあ、いろんな意見がねあっていいと思うんですよね、まあ、当然ねそうあるべきですよね。まあ、いずれにしても9月13日日本時間深夜、楽しみですよね。どんな iPhone が出るんでしょうか。ということで今日はこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。